それではここからは毎週火曜日にお送りしています台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉よしみさんとつないでお届けしていますこちらのコーナー、今週もこの時間台湾とつながっています。それでは早速ご紹介しましょう。片倉よしみさんです。片倉さんどうもこんばんは。はい、どうもこんばんは。今週もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて、片倉よしみさんをお迎えしての台湾エクスプレス、片倉さん今週のお題はどのようなお話でしょうか。はい、今台湾ではですね、もうこれ昔から、まあ、名物ではあるんですけどね、はい、ドライフルーツっていうものが結構よく食べられるんですよ。これよく食べるものなんですけど、まあ、ドライフルーツっていうとこう、まあ、日本にもあると思うんですけどね、はい、そんなにこう個性がないというか、まあ、そんなにこうね、いろんなバリエーションがあるって感じじゃないと思うんですよね。ところが台湾はもともとはこうフルーツそのものが種類が多いので、はい、もういろんなドライフルーツがあるんですよ。で今日はちょっとその話をしたいんですけどね、はい、ね、まずまあ、ドライフルーツって結構ね砂糖が結構使われているということもあって、はい、ちょっとダイエットしてる人とか糖尿病の人とかあんまりこうおすすめできないってよく言われてるんですよ。で私もね、まあ、もちろんそういうの気にしなくちゃいけないので、どうするかっていうとね、砂糖を加えていないドライフルーツっていうのがあるんですよ。あ、いわゆるノンシュガーという。ノンシュガーですね。で、ただまあ、もちろんこうね、フルーツそのものが甘いので、その甘さだけで、こう、甘さを表現するっていうことなんですけど、うん、はい、うん。結構これね、珍しいですよね。そうですね。もうほとんどの場合はね、砂糖が入ってて、はい、まあ、香料なんかも入ってることあるし、保存料なんかも入ってるし、はい、結構ね、まあ、健康的なものとはちょっと言えないようなところもあるんですよ。うんうん、はい、うん。ところが、この最近台湾で流行ってるのは、このヘルシーな、まあ、砂糖を加えていないとか、保存料、着色料つけてない、使ってないとかですね。はい、こういうのは結構増えていて、で私が今日の朝ちょっといただいたのはマンゴーなんですよね。マンゴー、はい。で、マンゴーそのものはもう台湾すごく名物ですし、まあ実際に美味しいしね、私たちなんかもこちらに住んでる人間はもう非常によく食べるんですけども、ドライフルーツでマンゴーで砂糖を加えてないって言ったら、そのままマンゴーをドライフルーツにしてるだけなんですよね。あ、そうですよね。で、これがね、意外な美味しさなんですよ。へ、で、まあ、意外な美味しさっていうのはね、結局まあ、冷やして食べると特にわかるんですけど、こう普通生のこのマンゴーっていうのはこのまあ、なんていうんですかね、こう舌触りだとか、はい、こうあと爽やかさとかこう甘さとかいろんなものが絡み合ってマンゴーってできてると思うんですけど、ドライフルーツは逆に言うと冷やしてないですし、まあ、冷やしてもいいんですけどね、ドライフルーツは逆にこのみずみずしてないですよね。まあね、そうですよね。で、その代わり、こう、本物のこの生のマンゴーにはない一つのものが出てくるんですよ。それは何かっていうと、ね、歯応えなんですよね。あ、確かに。フルーツだと逆に言うとね、こう、つるっとこう食べられちゃいますけども、ええ、ドライフルーツは結構、まあ、硬いわけじゃないんですけど、こう、言ってみればね、日本で食べると干し芋ってありますよね。干し芋みたいな。そうですよね。あの感覚、あの食感でマンゴーを食べることになるんですよ。はい。で、全く別物みたいな感じがするんですよね。ええ。ね。で、あと台湾ではドライマンゴーっていうのは実は2種類あって。はい。うん。まあ、これ2種類っていうのはね、まあ、一般的に2種類あるわけじゃないんですけど、こう、便宜的に我々が2種類あると考えてるだけなんですけどね。何かっていうと、台湾産のマンゴーを使うか、輸入物のマンゴーを使うかなんですよ。へえ。で、値段はもうフィリピンとかタイとかのマンゴーを使った場合に比べて、台湾産のマンゴーって倍ぐらいするんですよね。おー、さすが。で、今年なんか台湾のマンゴー値段が落ちて安いんですけど、はい、それでもね、やっぱり輸入物に比べたら断然高いんですよ。高いんですか。はー、だから逆にお土産とかで旅行者がね、旅行で皆さんやってきた時に、ドライマンゴーを売ってて、で、安いと思って買っちゃったりすると、大体後ろを見ると外国産だったりするんですよ。違うと。へえ。そうですね。だからちょっとこの辺はね、気をつけなくちゃいけないんですけど、やっぱりね、高いだけあって美味しいんですよね。うん。で、私もね、こう業者に聞いたことがあるんですけど、じゃあどんなものが、ドライマンゴーになるか、台湾産のね。はい。これわかります？いや、わかんないです。
これね、まあ、日本でもね、こういうの結構あると思うんですけど、例えばこう、出来はすごく良くて、味も間違いなく美味しいんだけど、外にちょっと傷がついちゃったとか、はい、ね、そういうのがね、ドライマンゴーになるんですよ。結局、フルーツとして売るためには、やっぱり見栄えとかも重要なんで、で、それでちょっとこう傷ついちゃったものとか、ぶつけちゃったものとかっていうのがドライマンゴーになることが多いそうですね。はい、ですから結局、味はね、もう全くハイレベルな味なので、結局、ドライマンゴーを食べても、普通のマンゴーを食べても同じなわけですよね。はい、ただ、外身がちょっとだけ、こう落ちるものがドライマンゴーになってくるんですよね。はあ、この辺はね、だから台湾産のものをぜひ探して、ちょっと高くても台湾産を買うべきだと私は思いますね。でね、マンゴーはまあ皆さん今ね、こう注目されてるし、まあ、皆さんもね、結構旅行で来てる方ね、お土産に買っていく方結構いるんですよ。そうですよね。ですからちょっとこうね、まあ、メジャーな存在でもあるんですけど、はい、ちょっとね、最後にメジャーじゃないものをちょっといくつかね、お話ししたいと思うんですけど、ここ5年ぐらいで急激にこう、人気が出てるのが、こう、椎茸とか、舞茸とかをドライフルーツにしたもの。はい、まあ、ドライフルーツはドライ野菜。野菜ベジタブルですよね。はい。で、こういうのがまずあると。あと、タロイモを棒状に、こう切ってそれをこう、ドライベジタブルとして食べるとか、で私が最近すごくハマってるのがですね、はい、オクラなんですよ。オクラ、はい、でオクラはね、体にすごくいいのでね、まあ、健康食品として注目されてますけど、なんかこうドライベジタブルにするとなんかすごい食べやすいんですよね。あれどうなっちゃう どうなっちゃうんですかね、なんかねパリパリでね、でもなんかオクラ独特なこうねっとり感がありますよね。ありますよね。あれはちゃんとこう感じるんですよ。あ、そうなんですか。だからオクラって結構食感でね好きじゃない人いると思うんですけど、はい、ドライベジタブルで食べるとパリパリのこうちょっとしたねこうポテトチップスみたいな感覚で食べて、で食べてるうちにちょっとこうねっとりか粘り気がちょっとこう出てくるかなっていう感じなんですよね。水分が加わる感じなんですね。そうなんですよね。だから味はオクラのままだけど食感がちょっとこう少し独特なものがあるっていうね、ものなんですよね。で、あと、鈴木さんね、意外なものとしてね、はい、逆にドライフルーツであんまりないものってのもあるんですよ。はい。例えばこう、ドライスイカとかはちょっと考えられないと思うんですよね。スイカとかライカとかはちょっと食べたことないですけど、はい、意外にありそうでなくて、それが今ちょっと注目されてるってものがあるので、ちょっと2つ紹介したいんですけど、はい、1つがね、ドライオレンジ。ドライオレンジ。で、こうドライオレンジっていうのはね、意外に少ないんですよね、これね。はい。で、これがね、まあ、みかんにしてもオレンジにしても、こう甘いですよね。ところが、こう、よく考えてみると、オレンジとかみかんって、あの手の柑橘類っていうのは、まあ、グレープフルーツもレモンもそうですけど、例えばレモンってこう、酸っぱいイメージありますよね。はい。で、まあ、みかんとかオレンジ甘いってイメージあると思うんですけど、柑橘類ってこう、独特な苦さがありますよね。そうですね、苦み感じますね、なんか遠くに感じるようなこのほろ苦さみたいなのがちょっとありますよね、はい、でこの苦さがちゃんとこう出るんですよ、このドライフルーツだとね。だからこうレモンなんかもこう酸っぱいっていうイメージだけでこう我々捉えてしまいますけど、はい、ドライフルーツにするとこの少しこうちょっとこう苦みが柑橘より特有の苦みがこう出てくるっていうね、これがなかなか美味しいんですよ。ほだちょっと大人の味を感じますよね。ですよね。今なんかイメージしました。甘いだけのね、もの、甘いのが好きな、お子さんとかね、若者はいいんです、はい。これはいいんですけど、ちょっと大人っぽい味っていうとね、この苦さがなんとも言えない、こう、良さになるんですよね。はい。あとね、もう一つね、ありそうでないっていうかね、台湾では非常によく食べられるフルーツなんですけど、パパイヤのドライフルーツってないんですよね。パパイヤ。はい。パパイヤって確かにこうドライフルーツのイメージないと思うんですよ。あれをドライフルーツにどうなるんだろうかっていうね。はい、マンゴーはなんかわかると思うんですよ。マンゴーをドライフルーツにしたらこう干し芋みたいな食感だってなんとなく想像できると思うんですけど、パパイヤはね、本当に私も食べてみるまで、こう、どんな食感なのか想像ができなかったんですよ。はい。
うん、ところがこれもね、またあの適度に柔らかくてね、あのパパイヤってこう独特なこの香りみたいなのありますよね、はい、この香水みたいな香りがね、あれがなかなかね、いい感じでこう凝縮されるんですよ。だからあのどっちも、まあ、フルーツで、ね、食べるのもこう美味しいんですけど、こうドライフルーツにするとちょっとこう雰囲気が変わるんですよね。そうですね、うん、だからこれをねちょっと考えていただくと、あのフルーツとは全く別の面白さっていうか別の美味しさがね楽しめるので、はい、こういうのはね、より多くの皆さんに楽しんでいただきたいなってちょっと思いましたね。もう全くね、片岡さん、違う食材みたいな感じですもんね、お話聞いたら。そうです ね。だから私なんかはね面白いので、こう見たことがないドライフルーツを見ると必ず買うんですよ。うん、必ずこう買ってみるんですけど、逆にねこう美味しいと思えなくても、なんか全く別のものだと思えば美味しいっていうかね。まあ、そういう表現が一番わかりやすいと思うんですよね。例えばマンゴーも、マンゴーの味、同じものを求めると違うかなって気がしちゃうんですけど、はい、マンゴーとは別のこう ものって別の楽しみ方をしてるっていう認識があれば、逆にあの本物のフルーツと全く違う楽しみ方が出てくるみたいなものでね、なかなか面白いんですよね。そうですね、まあ、ね、そういう健康志向も捉えてるっていうところですからね。そうですね、だ、まあ、一つ気をつけなきゃいけない、食べ過ぎちゃうんですよね。そうなんです、美味しくて、うん、美味しくてね、結構ねパクパク食べちゃうんで、例えばマンゴーなんかもね今日ちょっと食べてたんですけどね、普通に考えるとマンゴーって例えばこう、まあ、1人もしくは2人でね食べるときに、はい、3個も食べないんですよ。そうですね、うん、3個も食べたらちょっと食べ過ぎなんですよね、はい、で1個を2人で分けても十分なぐらいなんですよ、うん、そうですね、うん、ところがドライマンゴーになっちゃうと普通に1個食べちゃうんですよね。うん、これはもう間違いなく食べ過ぎなので、1個2個食べるのはやめた方がいいと思いますね。本当にこうあの時美味しくて危険な感じがします。そうです ね。あとまあやっぱりね、こうお土産にできるってのは強いですよね。あ、そうですね、これね、まあ、日本に持ち帰ったりすることもできますし、はい、日持ちするんでね、ある程度はね、あと、まあ、最後にねちょっと一つ、はい、不思議なというか、ちょっとし、まあ、知ってる方はね結構知ってるんですけど、ちょっと珍しい食べ方っていうの一つあるんですけどね、はい、例えばこうドライフルーツ買いますよね、でこれはね台湾産の高いドライフルーツじゃなくて、むしろ安いものでいいと思うんですけど、はい、安いドライフルーツを買った時にですね、これやったら面白いんじゃないかなと思うのは、ヨーグルトありますよね、はい、ヨーグルトの中に入れとくんですよ、ドライフルーツを、はい、そうすると1日置くと戻るんですね、水分を吸って、はい、だからこうマンゴーとかもドライマンゴー買って買って、ね、日本でヨーグルトの中に入れとくんですよ、一晩。そうするとこうマンゴー戻るというね、はあ、そういう食べ方があるんですよね。こうヨーグルトといい感じになってってことですね。そういい感じなんですよ、だから朝ごはんなんかにちょっとぴったりのね、ものになるんですけど、そういう楽しみ方もあるんですよね。ちょっとまたトッピングとは違う使い方っていうことですよね。そうです ね。はい、いやすごい、いろいろと楽しみなね、お話をね片倉さんにご紹介していただきました。今週はドライフルーツのお話を片倉さんにご紹介していただきました。台湾エクスプレス、お相手は台湾在住の片倉佳美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。